ははいこんにちはシャスカですえ今回は「私は誰?」という動画の3回目になります。ご視聴感謝してます。ありがとうございます。え前回まではですねえ、とにかく私というのは、まあ、神様なんですよとで。神の化身なんですよとで。神様、この全宇宙を創造した創造主と同じように想像力という,もう何かを作り上げるという力を備えていると。 というところままでお話をしましたでそのことを認めた時に、ね、今までの自分の全ての人生は自分が想像してきたものだと認めた時に初めてじゃあ自分の未来とか将来っていうのも自分で想像していくことができるという最初の一歩を踏み出せるんだというところまで聞いていただいているというふうに思います。でその認識とかその自覚ですよね。が一体何の役に立つのかっていうことなんですけど。 1>, 1回目でですね私は誰って言った時に体でもなく脳でもなく心でもなく神様ですと神の化身ですというお話をしましたってなった時に私たちが神様と同じ能力を与えられるとっているとしてね神様が想像力と物事,物事を作るという想像する力を実際行使するとしたら体と脳と心を使って想像するということになるわけですよね 神様というものが自分の体と脳と心を所有しているわけですからじゃあそ,その神様が何か現実を想像しようとすれば体と脳と心を使って行うということになるわけですってなった時に私たちが自分の体の心をどれだけ制御 コントロールできるかにかかってるんですね。もし自分の人生を良くしたいとか、理想の人生を歩みたいっていうことであれば、理想の体の使い方、理想の脳の使い方、理想の心の使い方っていうのをしていくことで、確実に人生っていうのは理想的に近づいていくということが言えるというふうに思うわけですね。で、そうしたときに、ね、 一見当たり前、その体をコントロールしましょうとかね、脳をコントロールしましょうとか、心をコントロールしましょうっていうのはなんか当たり前の話のように聞こえるかもしれないんですけど、実はこれは人間以外の他の生物は一切できないことなんですね。自分の体をコントロールすることも脳をコントロールすることも心をコントロールすることもできないんですよ。 人間だけなんですね。万物の霊長と呼ばれている人間だけがそれぞれをコントロールする力を持ってるわけです。で、人間以外は全て環境に、環境から刺激を与えられて、ただただその環境からの刺激に反応し続けるだけなんです。だから、人間以外の他の動物っていうのは、 自分の体をコントロールするとか脳をコントロールするとか心をコントロールするんじゃなくて環境の被害者っていうかね環境の産物になってるわけです。 でも私たちは環境関係なく体をコントロールできるし、環境関係なく脳をコントロールできるし、環境関係なく心をコントロールできるんですね。そしてそのコントロールする力がつけばつくだけ、本当の自信というのが生まれてきます。自分を信じるという気持ちが出てくるんですね。自信っていうのは他人から与えられるものではないんですよ。 ね。もちろん他人からこうね、褒められたりすれば、一時的には気持ちがいいと思うんですよ。ね。けなされるよりは誰だって褒められたいし、褒められれば嬉しいとは感じると思うんです。でもそれは本物の自信にはなりません。本物の自信っていうのは自分の内から感じる気持ちなりエネルギーなんですね。自分が自分を信じてるっていうことですから。 じゃあその自信っていうのはどこから生まれてくるのかって言ったら自分は環境関係なく体がコントロールできるというそのコントロール能力に比例するんですねそして自分の脳っていうのは環境関係なく自分の脳をコントロールできるっていうそのコントロール力どれだけ自分の脳をコントロールできるかに比例してるわけですそして自分の心をどれだけコントロールできたかに比例して自分の自信っていうのは生まれてくるんですね なので、一つ一つのコントロールに関しては、方法っていうのは無限にあると思うんですよ。例えば体をコントロールしたいということであれば、節制ですよね。食べ過ぎないと。ねえっと、食べる量を適切にするとかね。もしくはその運動する量を増やすとかね。そういうことをすれば、そういう常識的な当たり前のことを本当に自分の意志っていう力を使って、できればできるだけ自分の内から湧き上がってくる自信っていうのが生まれてきます。 で、繰り返しになるんですけど、他の動物はできないんですよ。もう餌を、例えば10キロ与えられたら10キロ食べようとするわけですよね。もうそういうことなんですけど、人間っていうのはそれを自分でセーブする。ね、自分で制御することができるんです。そして制御すればするだけ自分の体のコントロール力っていうのはどん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 上がってくるわけですね。で、自分の脳もですね、脳をコントロールしたいってことであれば、言葉をコントロールする。自分が、 適切でないと思う言葉を言わない。逆にできるだけ聞かない。っていうことをすれば、確実に脳のコントロール力っていうのは上がっていきます。心も同じですよね。心を作っていくっていうのは基本的に情報とか経験ですから、ね、自分の心。食べ物はね、例えばこれは無添加なのかとかね、外国産なのか国内産なのかっていうことで気を配る人もいますけど、心に対しては無防備なんですよね。 自分の心に入ってくる情報っていうのが有害なのか無害なのかっていうのをあまり考えないでもうただ環境から流れてくる情報を受け入れるっていう人が多いわけですけどもし心をコントロールしたいということであれば自分に入ってくる情報に気を配るとかねそういうことをしていくと確実に心のコントロール力っていうのはついていくわけですそしてその体の心 まあ例えば食事とか運動とか言葉遣いとか入ってくる情報とかそういったものに対してのコントロール力っていうのはどん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 ついていけばいくだけ自信っていうのが生まれてきますそして自分の体の使い方が理想的理想に近づいていき言葉遣いっていうのが理想に近づいていき考え方とかですね入ってくる情報に基づく心の動かし方っていうのが理想について 近づいていけばいくだけ自分の人生も理想に近づいていてきますなぜなら神様が想像するのは想像する時に使う道具が体と脳と心と脳心いう3つだからなんですねでその3つの制御力コントロール力がつけばつくだけ人生というのは確実によくなっていくようになっているんです。 人生っていうのは何か環境によって与えられるものではなくて自らが想像しているものなんだとでその想像する道具として体と脳と心っていう3つが与えられているんだとじゃああとはもう一人一人の課題ですよねえ自分がじゃあ体のコントロール力をつ,くえつけるにはどういった習慣を身につけていけばいいのか自分がえ理想的な脳の使い方をするためにはどういった習慣を身につけていけばいいのか 自分が理想的な心の使い方をするにはどういったことを習慣にしていけばいいのかっていうのはもう一人ずつの課題だと思うわけです。でもそれを制御できればできるだけ、心をコントロールできればできるだけ、間違いなく人生っていうのは今までよりもさらに良くなっていくと。理想に近づいていくし、最高の人生っていうのを作っていくことができるんだということなんですね。 だから自分が環境の産物なのか、それとも自分の人生は自分で選択して自分で作っていくのかと、それだけが私たち人間がですね、他の生物と一番決定的に違うところなので、ぜひですね、まあ自覚してですね、自分で自分をしっかりと認識してですね、自分の人生っていうのをですね、その他のせいにするのではなく、 ね、重いですけど、現実がね。現実的に、自分が全て想像してきたものだっていうのを受け入れるっていうのは、まあ、決して軽い話ではなくて、責任としては重いと思うんですけど、でもその重い責任を引き受けて、じゃあ、少しずつでもね、むしろ少しずつがいいと思うんですけど、習慣にならないとね、3日3週間3ヶ月3年30年って続けていかないとなかなか、あの、 人の本質っていうのも変わらないし、人生っていうのもなかなか変わっていかないので、少しずつでもね、ほんの少しずつでも食事を節制しようとか、運動を少しでも始めようとかね、言葉遣いに気をつけようとかね、入ってくる情報に気を配ろうとかね、そういったことをちょっとずつでも、一つずつでもやっていくだけで自分の制御力、コントロール力、 いいいいいううのののがつつてててそして人生の想像力っていうのもついていきます筋肉のようにどん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 強化されていくものですからぜひ少しずつでもですね始めていただいてあなたにとっての理想の人生最高の人生っていうのを自らの、ね、意志力自覚想像力良心こういったものを使ってですねどん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 磨いていっていただきたいなというふうに思います。 はい、もし今回の動画がですね、あなたの何らかのお役に立てたということであれば、ぜひグッドのボタンを押していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。